美さん相談です。宝塚受験のために先週からバレエを始めましたが、つま先が綺麗に伸びないのですが、どんなストレッチとかしたら足先まで柔らかくなりますか。私ね、足の甲見る、私のスーパー柔らかいの、私の足の甲、あの足の甲だけはね、本当にあと5年早くあのバレエやってたら人生変わったよっていうレベルで足の甲柔らかいのいくよ。あ、今日靴下可愛くない、いくよ。ほら見て、この甲見て、みんなこれ見て、みんなすごくない、ほらこれ左足すごいでしょ。あとストレッチについては、もう私はね、めちゃくちゃ体が硬かったの、中学校時代。それをね、1週間で床にまず手がつくまでの柔らかくして、そこからもずっと毎日ひたすらストレッチだったね、やってみたら釣りそうになった釣らないで、みんな真似したら足釣っちゃう。みんなちょっと、結構みんなやってるじゃん、つらないでよ足。これすごい、私ね、柔らかいね、理由がね、多分なんだけどね、小学校の時に上履きでつま先立ちするのが流行ったの。上履きでトーシューズとか言ってつま先立ちするとグニャンってなるんだけど、その状態でプピピピピって歩いてたんだよ。それでかなと思ってるけど、足の甲は柔らかくて先生に褒められたのですが、指先が伸ばそうとすると丸まって伸びないのですが、それはどうしたらいいですか。へえ、わからないんだけど、こういうのはさ、しゅうちゃんに聞いたらいいんじゃない。やっぱしゅうちゃんの方があれじゃん、バレエ得意じゃん。塩月しゅう先生に、今きっとゲームで忙しい塩月しゅう先生に聞いてみましょう。足の甲が柔らかくて先生に褒められたんですが、指を伸ばそうとすると丸まって伸びないんですが、それはどうしたらよろしいでしょうか。これ返事が来たらね、読むから来るか知らないけど、でもゲームが忙しかったら来ないから、しゅうちゃんいや私は全然わかんない、あのなんか知らないけどうまくいってた、やたら成績が良かった。あ、来た、しゅうちゃん、しゅうちゃんから来ました。私は指曲げるのはダメって言われた、力抜くしかねえわな、だそうです。だからあのピューンってギュイーンってなっちゃうのをピーンってやったらいいんじゃない全然説得力ないだからキュイーンってなっちゃうのをピューンってしたらいいって。あのこういうのはね多分ね、本当にバレエの先生に聞くのが一番だと思うな。でもやっぱしゅうちゃんがほら足曲げるのダメだから力抜いてたんじゃない、だから足、でも多分私たち足の甲がやたらめったら柔らかい組は、あの力を抜くとギュイーンってなっちゃうから、逆にちょっと力入れてピーンってしたらいいと思うわかるわかんない、私本当にわかんないんだよバレエについてはね。全然教えられること一つもありませんので。